はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、たったの10秒で太ももを細くすることができて、なおかつ姿勢が良くなるグッドモーニングというのをね、紹介しようと思います。グッドモーニングって言ってもね、皆さんおはようございますっていう感じではないです。ただ言葉の由来の通り、お辞儀をする感じのエクササイズになります。で、今回ですね、長い時間座ってたりとか同じ姿勢でいる場合は、ハムストリングがいわゆる萎縮してしまってですね、骨盤が後傾して猫背になって、膝が伸びきらずにちょっと曲がった状態、こんなね、変な姿勢になっちゃいます。その場合ですね、いつも長い時間座ったりしてる人は、太ももの裏がですね、筋肉硬くなってしまって縮もうとしてしまったことによって、骨盤がこういう風にお尻が前に出て猫背になる姿勢になっちゃいます。それを改善する方法としては、太ももの裏を伸ばすエクササイズが必要です。で、太ももの裏のエクササイズをすることによって、太ももの前側にね、力が入りやすい人、そういった人はね、後ろに力が入りやすくなったりもします。なので、太もも痩せと姿勢改善につながるエクササイズになります。ではまずやってみます。グッドモーニングの由来の通り、おはようございますっていう感じでお辞儀をします。お辞儀をするんですけども、背中が丸くならないようにこういう感じではなくって、お尻をしっかり出し、腰をできるだけ反らして、姿勢を正しくしたまま、膝を伸ばしたまま、お辞儀をする感じで、ハムストリングを伸ばします。お尻ができるだけ後ろに行かないように、できるだけ前に行った方が伸びます。これで起き上がります。まず5回やってみましょう。気をつけして、足少し広げてですね。1、2、3。こういった感じです。で、もし太ももの裏がですね、割と伸びるよっていう人は、前傾の状態で膝を少し曲げて伸ばす、曲げて伸ばすっていう感じです。で、これでも楽だよっていう人は、手はね、重さになるんで、頭の後ろとかに置いて、こういった感じで膝の裏、太ももの裏を伸ばしてください。これで10回いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。はい、お疲れ様でした。今みたいに太ももの裏、いわゆるハムストリングの萎縮をしている人はね、しっかり伸ばしてもらうことで、骨盤がですね、後傾しているのがまっすぐになってきます。まっすぐになるとですね、猫背の姿勢がまっすぐになりますので、猫背だよっていう人とか、あとは太ももの前側がね、張っちゃう人、膝がしっかり伸びきってない人、そういった方はこのね、グッドモーニング、たった10秒、毎日たった10秒、やってみてください。もうこんなたったの10秒で何変わんのって思うかもしれないんですけども、毎日やってみてください。必ず効果を感じます。おおよそ1週間ぐらいあれば、姿勢が少し治ってきます。まあ姿勢っていうのはね、例えばプランクとかでも姿勢はできるんですけども、やはりプランクで脊柱起立筋、まあいわゆる背骨の周りの筋肉が、もしついたとしても、まあ以前ね、お話ししたみたいに、腹筋とのバランスが悪かったら、姿勢がなかなか改善できません。なので、姿勢が悪いよっていう人は、腹筋、背筋、まあ要は腹筋プランクに加えて、このグッドモーニングをね、含めてもらったらと思います。まあもちろん鍛えてね、体の姿勢が良くなる場合もありますけども、しっかりストレッチをして姿勢が良くなる場合もありますんで、まあやはりね、どっちもやった方がいいです。筋肉使うだけじゃなくて、ストレッチもしっかりしてもらって、まあ初めてね、筋肉の収縮が、可動域も大きくなって、効果発揮しますんで、もしね、ストレッチ嫌いだよっていう人も、ぜひやってみてもらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。説明欄にブログがありますんで、よかったら遊びに行ってください。よかったらコメントも待ってます。